さあということで与論島を歩こうの会会長中谷でございます。とにかく私は沖商店を目指しておりますが、がっつり道を間違え、もうダメだと、島の友達に連絡して、島のこの辺で迷子ですと言って迎えに来てもらおうと思ったその時、スーパートップさんの視界に現れましてですね、元気通りらしいです。七夕祭りっていう上のワードが気になりますか。スーパートップさん、4年前大変お世話になりまして、ものすごい量のですね、食べ物飲み物を入れていただきました。届かなしと言ったところ、なんか貼るもんありますかっていうの、名刺しかないですけどって言ったら、名刺を飾りたいっていうことで、今与論島のスーパートップには店頭に私の名刺が飾られております。なんでと思ったけど、飾っときますって言って、なんか貼っつけてましたけどね。でそこのお兄さんめっちゃいい人で、そのお兄さんは4年前はいなかったみたいなんですけど、店内にねゴミ捨てるとこあるかなと思って、なんかレシートを捨てる袋はあったんですよ。箱っていうか袋っていうか、でゴミ箱ないですよねって言ったら、僕捨てますよっつってゴミ全部バーンって持ってってくれて、すごいよね。あとね、あれがさっきサザンクロスセンターで喉カラカラで飲み物買おうと思ったら、俺が満札しかなくて、で携帯決済もできなかったんで、やばいと思って、この満札を崩しとかないといかんと思って、でスーパートップさんはクレジットカードとかペイペイとかもできるんですけど、たまたまね現金のレジで、現金のみのレジにたまたま俺が並んでて、そこで一回会計してもらっちゃったんですよ。で、あ、ことのついでだと思って、すいませんと、一万円札を、あ、で現金だけですかって言って、俺は携帯決済で買おうと思ってたから、現金だけですかって言ったら、あっちのレジならできますよって言って、打ち直しましょうかって言われて、いや逆にこれ今1万円崩したいんですけど、1万円でもいいですかって言って、ちょっと小銭なくてすいませんって言って出したら、いえいえと、こっちも打ち直さないで助かったし、せっかくだから崩しちゃいましょうねっていうので、むちゃくちゃ笑顔で会計してくれるっていう、すごいよね世論の人は。東京だったらもうな、小銭ないの舐めてんのみたいなの言われますからね。商品投げつけてきてね、よく投げられますよ私も。その点世論は笑顔最高だから、世論憲法で島優先飲みすぎだってみんな。で私がこれ自信満々に与論島を歩こうの会再開したのは、この一本道でね、この道なり一本で沖商店さんに到着するはずなんですよ。でっけえ車でっか、沖商店さんにこの道なりで着くはずなんです。方向音痴だ上に地図も読めねえからな、方向音痴プラスで地図も読めないんですよ私、めっちゃくちゃそこだけねがっつり欠落してるんですよね。
他の時はねめっちゃ頭いいのに、それだけちょっと能力が全くないというか、なんかここすげえな。あ、なんか工事が多いゾーンですね。至る所で工事してますけど。だいぶ鳴らして、おっしゃ。このさ、水平線が高いよね。世論はね。こういう崩して。ここが元々何だったのか私は知りませんが、鳴らしてますね。大丈夫かこれ。水平線、これよ。真っ青、真っ青、真っ青、エメラルドグリーンで砂浜、上は空が飛ん、この3点セット、よいしょ。いやパンは食えない。そもそも一回やってなかったことあるしね。水着なかったことあるし。奥さんがまた綺麗でね。どえらい美人でね。ご主人もめっちゃかっこいいけど、奥さんね。尋常じゃない量。めちゃくちゃうまいパン。キパンを。楽屋まで。わざわざ焼いて持ってきてくれるタッピング。パンがもうほとんど食べ放題みたいな感じでした。そのパンがうめんだな。で、去年は確かパンが売り切れてて、あれなんかもらったね。新作の島の絵が描いてある箱で。分解すると島の地図みたいになるやつ。機械使ってますよ。ここだけ成長したススキ。いやー、なんとなく合ってる気がする。道がね、一本道だから間違いようがないんだけど、それでもさっき迷ったからね。俺ちげえとこ行って、スーパートップさんなかったら俺もう諦めて島の館に連絡して迷子ですっていう話で迎えに来てでしたけど、回避しました。スーパートップさん届かなし。うわー、なんかすごいモフモフ。じゃあススキも元気ですね。ススキじゃないんかな、これ成長しすぎて怖いです。こっちはサトウキビだね、多分ね。サトウキビとススキの道。あ、見て見て、
これがんだ。ご協力ありがとうございました。ではご安全に。だから入り口のところでご迷惑おかけしますっていうのはやっぱ東京にもあるけど、最後お礼言えないよねやっぱ普通。ご協力ありがとうございましたなんて。こっちはね何もしてないのね。逆に通ってすいませんっていう話。いいですね。なんでもない道がね、こう島感ありますからね。でもね、ここ1年でもあの新しくできたお店とかあって、あと移住者も増え続けてるみたいでね、結構地元の人かと思って話聞いてたら、どこどこから来たんですって。沖商店さんもそうじゃなかったかな、確かに。全然沖縄とかじゃない来た人たちだったような気がする。世論がさ溶け込むのよねやっぱね。ウェルカム感がすごいからさ、世論の人っぽくなるんだよね、移住してくる人もね。俺移住したらどうしようかな。なんかそれ宿みたいなやっても楽しそうだけど、どうだろうな。とりあえずスーパートップでバイトかな。掛け持ちしようか。スーパートップとトップとオーシャンマーケットと マソとフロントとチキで全掛け持ち、全部にごめんなさい週1しか入れないんですって言って、全部違う曜日に違うところに。あ、いいですね。これがねちょっとカメラだと伝わりづらいけど、このサトウキビから海が近いのが非常にいいですね。ここも視界開けすぎでしょこれ。あれ俺ちょっと登ってきたのかな。いや違うな、島のセンター通ってんだ今多分。そうでしょ、世論の人はこれ見たら分かるんだろうな。あ、ほら、よくコーラルウェイっていうさ有名な、あれ島の人からしたら結構いろんなところに昔はあったみたいな。ここにもコーラルウェイらしき地面がありました。てかもう沖さん通んないかな車で。実際乗っけてもらって一撃っていうでもあるんだけど、なんでかっていうともう今日は歩きすぎてね、そもそも会長だから歩きたかったの、歩きすぎた。やりすぎ。ちょっとまだ向こうの方が高さがありそう。そうだよ、見た目的にはそんなに高い位置じゃないけど視界がむちゃくちゃ開けてる。またあれね、沖商店から帰れんのかっていうのもあります。たどり着いた地として、あ、なんか牛臭がする、もうって聞こえたか。ほら、あれだ、畑だ。畑在土の袋。またここまでサトウキビ、ここからススキ、すぐ海、空。
時代のうねり、人の夢、ここだけススキ。いやーマジで晴れてよかったな。奇跡的なんじゃない、昨日の暴風から考えたらもう奇跡だよね、これはね。何も通ってない用水路、水不足、冬、12月でこの暖かさだったらもうおかしくなっちゃうよね。東京帰ったらもう速攻で体調崩すだろう。あ、もうだから牛だよね、多分馬の可能性もあるのかな。いや牛っぽいぞ。ただ牛臭がなくなったな。あ、なんかあれじゃね、沖商店行くときに見たかも。牛さん、牛さん、こんなフリーダムにやってんだ。あ、牛さんだ、牛さん。誰でも入れちゃうけどね。牛さんでした。さあ、またしてもサトキビ。牛さんもう大丈夫よ、牛さん。さっきのはスタート地点はね、小学校です。小学校、これのね、この動画のスタート地点は小学校、予想って書いてありますね、与論小学校。与論でも二宮金次郎像がありましたね。本読んで一歩踏み出してるやつ、ね、背中にめちゃくちゃ背負ってるやつ、ね、ちょっと細身だったかな、いつもの金次郎よりは。ちょい細身金次郎と謎のオブジェが置いてあって、なんかおはざーすみたいな挨拶看板が、元気に育て予想の翼みたいな書いてある。全然違ったから、なんか予想って書いてありました。予論書を略してました。なんか校庭がめっちゃ綺麗だったな。芝生なのか人芝なのかゴムチップなのかちょっと分かんなかったですけど、すげえ綺麗だった。綺麗な書。で、なんか帰宅時間とバッティングして、してましたね、帰宅時間。子供たちもね、やっぱビビってましたね。あら、たったた三脚目の中野さんじゃんって、やっぱ言ってましたよね。よく知ってねって言ったら、いや、知ってますよ。あれは4年前でしたか。サビチラでどえらい芝居やってましたよね。女の子ですけどね。やってましたよね。ああ、よく覚えてるね。自分、あの時。赤ん坊だったんですけど、あの芝居しびれまして、今あたいも役者目指してますって言ってましたね、女の子がね。さあ
そうこうしてる間に意外と20分ぐらい歩きました。この道、こういう道よう見るよな。道の記憶だけではもうわからないですよ。だからまあ地図、携帯地図時代がね到来したおかげで私は助かってますけどもね。まあそのせいで道を覚えないっていう噂もあるんですけど、そもそもガラケーの時の、ガラケーの時って地図とか紙じゃんか。その頃から俺高校終わってたんで、これは多分個人能力で欠落してるんでしょうね。さてさて、ものすごく歩いてて気持ちのいい道、ナイスチョイス。まだ牛の声が聞こえるのか、また牛がいるのか。さあナイスチョイスで、これがなんか目印でありますね、この角にどこどこ前みたいなのが書いてますね、チラチラと。茶花船倉茶花クロスロード。ああ、左行ったら茶花市街地ですよみたいなことかな。こっち行ったら茶花に行きますよみたいなことか。全く分かりませんけど、学校から出てくる子供も初めて見たかも。いつも行かないもんね、やっぱその学校見にとかね。横は通ったことあるような気もしないでもね。元気でしたね、笑い合いながら通って話言って、でそのうちの、さっき言ったようにそのうちの一人の女の子3人組でいて、一人の子はなんか道が違ったみたいで、じゃあねみたいな感じで行って、そのじゃあねの時に俺が、あ、ため池、貯水か、貯水ゾーン、すげえな、貯水。そのうちの一人の、だからジャーネー的な時に俺がそっち、あ、子供じゃんかと思って見て、だからそのうちの一人が俺に気づいて、あっし、ワイ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 って言って近づいてきて、どうもって言ったら、なんか本当ですかみたいなこと言われた。えと思って。で、それさっきのね、あれは4年前でしたから。ああ、はいはいはい。サビちゃんね、どえらい芝居されてましたね。ああ、よく覚えてね。自分あの時はまだ赤子でしたが、あれを見て、たったの探検組合さんの、それ中でも特に長屋さんの芝居にしびれましてね。あ、そう。で、今小学生だよね。はい、それはそうなんですが、おかげさまで今はすっかり役者を目指しています。あ、そうなんだ。え、じゃあちょっと一緒に写真撮ろうか。それはご遠慮させてください。え、
なんて言ってたから足が有名になったらお仕事で一生したいのでって言ってました。あそうって言って、じゃあまた現場で会おうねなんていう話をしましたけれどね。過去が起きそうでだったら違ったな。でもね、こういうところにね、ポンってあるはずなんだよ。沖っていう字がね、この方向から見えるはずなんだよね。沖縄の沖ね、三千里中と。すげえ、電柱に絡みつく。あー、いいね。電柱絡みつき草穴ぼこ。これがいいよね、この石組みたいなのがたびたびあると。ああ、やっぱ島来たなって感じがしますけど、向こう倒れすすき。あら、忘れ物エコバッグ。いやー、ちょっと下がってっちゃうと危ないね。下るとちょっと沖さんじゃない気がすんね。あのカーブ曲がってどうかってとこだね。そこで見えなかったらもう、あー、ショック。ああそういうだ、そうそうこの道だとかないからね。道という道をとにかく全く覚えないから、全く問題は帰りですね。だね、唯一ホテルまで帰れるのかどうか。なんだあれ、俺この真ん中の白いとこが抜けてんのかと、橋かと思ったわ。白い屋根だ。ああ、ここがすごいね、秘密、デカ秘密基地みたいになってる。これですね、ここに家もぶっ立つんかな。さあ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 、あら、リゾートホテルみたいなヤシの木。え、自動販売機。うわ、ラインナップが東京と同じ。あら、お花だ。お花よいしょ。パンの香りがしないな。この辺でパンの香りがしてくれると助かるんですが。マジで一本道なのに道間違えたんかな俺。ダサ。ああ、だからさっき子供がこっちに歩いてきたのか。また何やら学校がありますね。
虫の鳴き声と人工たち。じゃあ、こんにちは、ユーチューバーですかという声がかかりましたけども、ね、ユーチューバー中やん。まあ、全くあんなに連呼される筋合いはないですけど、やつら全員一人ずつチャンネル登録してくんねえかな。確かにこれあれか、撮り方が YouTuber っぽいのか、ちょっとダサいですね。 YouTuber ではないけどね。あ、でも収益化してるから YouTuber じゃ YouTuber。 ああいうやつらがね、芝居を見に来てくれるといいですけどね。養成所時代にね、お前の芝居は子供が泣くぞって言われたね、芝居を見に来ていただければないかな。そしたらね、世論の公演までの情報までつながってねああこの劇団かみたいな、まあこの劇団かって話しねえか。4年前ですからね、まさに赤子ですよね、あの子たちはね。あ、お奇襲じゃないこれ、お化粧しない。はい、来たー、着いたー、合ってました。じゃじゃーん、いるかな、いたら写真撮ろうっと。じゃじゃーん、